アウトを取れば試合終了、そしてプロ初セーブ、空振り三振、最後は綺麗に落としました。小林隆起復帰登板、そして初めてこのマリンズの最後を締めくくりました。6対1マリンズ、唐川小林の継投で最後、まあ、苦しんだ試合には最後はなったんですけれども、ただ点差から見ると楽な展開でもありました。マリンズが勝って、これで今シーズンも5勝目、5勝1敗1分け、連勝も続きます。